見た感じねえ、お客様なんかあの珍しい生き物の貴重な産卵シーンを見たみたいな今気持ちで見ていただいてる感じですよね。どうですか、あの見た感じで言うと、あの高木さんはそろそろもういいかなって思ってらっしゃるんですが、小野大輔さんがどこまででもいけそうな表情をしていらっしゃる、時は動き出すスタープラチナザ・ワールド止まってました、だいぶ止まってました、スタンド能力の高さが。じゃあということで、キャストの皆様どうぞあのこちらまでお越しくださいませ。どうぞどうぞ、まあまあ前の方へ前の方へということで、すでにですね一仕事終えた男たちがこちらに、お越しいただきました。本日はですね、ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないスペシャルイベントグレートフェスティバルにお越しくださいまして、皆様誠にありがとうございます。どうも、はい、ということで私あの本日ですね司会を務めさせていただきます。今こちらからですね見た瞬間にすごく失礼ながら、あ、ハーベストってこんな気持ちだったのかなっていうことをですね今感じております。一番親近感を、覚えるですねスカンサガイは、しげちです。どうも日本放送の吉田久典です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、ということで、はい、まあ、今日はですねあのこちら5人のキャストの皆様登場していただいたんですが、うん、先ほどの実は昼の部もありました。まあ、はっきり言うとですねキャストの方であり同時に本日は、ジョジョの奇妙な冒険愛好会の皆様にお越しいただいております。好きなだけジョジョについて喋っていただきたいというふうに思っているんですが、はい、一人一人のスタイルがちょっとずつ違うんですよ、ジョジョに対する愛のね。基本的に小野大輔さんの方に関しては、はい、今もずっと顔がジョー太郎のままです。はい、はいでは、でも今日はまず、すみません、ジョウスケから行ってもいいですか。あ、はい、もうどうぞどうぞどうぞ、挨拶ね、最初の、そうですね、はい、はい、ということで、バシッと決めてやる、はい、では、ジョウスケ、わかりました、ジョウ太郎さん、はい、東方ジョウスケ役、小野由紀です。今日はグレートなイベントにしようぜ。よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、カジさん、お願いいたします。はい、皆さん、オンオン声が小さい。どうも黄金の精神をちゃんと持っております、広瀬浩一役梶裕貴です。よろしくお願いします。それ黄金の精神だったんだね。そう
そうだったんだ。今日ね、皆さん確かによく見るとちょっとずつね、何か意識していただいてる感じはしますが、それでは続きまして、高木さん、お願いしてもよろしいでしょうか。はーい。ねえ、虹村奥安役の高木渉でございます。ねえ、名乗るだけでこの盛り上がり、ま、はい、寒いですね。ずいぶん待たせました。やってきましたよ。今日は熱く盛り上がりましょう。すごいですね、もうなんか大物演歌歌手の公演みたいな感じが半端ないに。そうですか。さあ、ということで、そして、続きましてですね、向かって一番右側にはですね、かなりとんがったデザイナーみたいな感じの方が一人、いらっしゃいますけれども、では桜井さん、お願いしてもよろしいでしょうか。皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと渡さんのいただいちゃいましたけども、本当にご覧ください。まあ、ちょっととんがと一緒なんですけども、よくよく見るとこれノー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 あれノーあれあれ×が×だ×ノー。はい、なのに頭のセリフで言っちゃいそうになっちゃったので、言わないように頑張った結果、なるほど、断らぬって言ってしまいました。締めろ早く桜井だからです。よろしくお願いいたします。なんで声もああなっちゃうんですかね。声もああなっちゃうんです。すいません、本当に。どっかで言うと思います。お、例のセリフをどっかで言うかもしれないので、うん、そこまでどうかなんか優しい目で優しい気持ちで皆さん待っていてください。よろしくお願いいたします。はい、すごいですね。まあ、自分でもなんかこうイベント中に NG ワードがあるみたいな感じになってますからね。言葉は一体いつ聞けるのでしょうか。さあ、それでは、続きまして、はい、空城丈太郎役のこの方に。はい、皆さん、ジョジョ好きですか。ジョジョ愛してますか。愛こじらせてますか。俺もだ、空城丈太郎役、小野大輔です。今日はですね、左手にタグホイヤ足元はジョジョスニーカー、そして丈太郎パンツを履いてきました。はい、身も心も丈太郎として、はい、今日は目いっぱいただのファンとして楽しみたいと思っております。本当にでもみんなで一緒に熱く盛り上がりましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやでもそれで言うんだったら、まあさすがにこの部分だけ見せるわけにいかないものが装着されている。さすがにね、さっき見せてくれました。ちょっと待ってください、渡さん、渡さん、見て、ジョジョ、ジョ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 急にね、男にパンツ見せられて、ね、見て、ジョジョ漏れちゃってるみたいな。渡さんもでもね、これやっぱこれ気になるんですよ。すごい、はい、奥安感、ね、奥安感すごい、はい、売ってるすごい、ね、楽天で1000円でした。また行っちゃうんかい。言わなくていいだから言わなくていいってこっちです、こっちです。ご存知ですか、今なんでみんながまたまたって言ってるかというと、昼もこのネタ使っていらっしゃいました。さすがでございます。でも小野くんもね、はい、靴、うん、ジョジョだし、そうそう、そう、実はこいついただきたこれジョジョ見えますかね、ジョ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 シューズいっぱいチョコあるね。あとね、お腹にはジョウスケがね、動くジョウスケいるんだよね。動きはしないです、ジョウスケ。なんだこいつ。おい、なんだってんだよ。おい、すげえな。これも昼の部分やったんですけども、何回見ても楽しい。これやらないと。すごいやっぱ、なるべくしてなってるよね。何度見てもね。素晴らしいよ。カエルのやつは知ってるんですけど。ジョースケのやつはね。腹筋の鍛え方間違ったら。また途中でもやってよ今日。途中で。方向に挟めば難しいよね。あれあと。髪型なんか変じゃない？あれ？あれ？おい。え？嘘だ。俺のこの髪型がどこ見ていいのか。なんだって？おい。おいやめろお前。さあプラチナ、ザ・ワールド。ああ。なんだこれ？時は動く。なんだこれ？やめなさい。まだ。どうしよう、太郎さん。いやいやいや。
本当にただのジョジョ愛好会になったんまずい流れだなあのほとんどショートコントですよ大丈夫ですかこれだけで2時間いけちゃいますやめろいけるいける全然いける、ね、ということで本日はですね劇団ジョジョ好きの皆様のコント大会によくぞお越しくださいましたありがとうございますすいません本当ありがとうございます、ね、好きすぎてまあねでもあの今回はあのアニメが終了して、まあ、2ヶ月経ってこの5人の皆様がここに揃うのは今日は初めてだったわけですよねですよね一応ラジオの時あラジオはあってそうですねそうかでも久しぶりねはい久しぶり皆さんの前ですけど本当初めてであのお客様、はい、そうお客様の前に揃っていただくのは初めてということ で、うん、せっかくなのでもう映像なども使っていきながらですねいろいろ振り返っていこうじゃないかという企画がいっぱい用意されておりますので、はい、ぜひ付き合っていただきたいと思いますが、はい、さてあじゃあそれではさまざまな用意をさせていただきますので、はい、皆様そちらの方もですねおかけいただいたりしながらここからはお付き合いいただきたいというふうに思っております今まさにあのラジオのお話とかも出ましたけれども一番初めそういえばラジオなんですけどなんかあの高木さんとかほぼ毎回全部聞いてたっていう話をお伺いしまして聞いてた出てただけじゃなくて聞いてたよみんなと一緒にそうなんですよ嬉しいです時にはメールもね、うん、送っていただいてねはがき職人だよ実際ね書いてくださってそうだよすごいですよ普通あの大河ドラマ出ながらはがき職人やってる人いや本当ですよすごいですねジョジョ愛でしょジョジョ愛素晴らしいということで愛好家の方をたくさんお招きしておりますので本日はじゃそれではどうぞお席にお付きいただきましてはいここからお話ですねさせていただきたいというふうに思っております、はい、失礼しますそれでは参りましょう一番初め、はい、こんな企画をやってみたいと思いますこちら森尾トレンド森尾トレンドやった出ました本物だ本物やっぱこれ聞かないと始まんないよね、ね楽しいね、はいまあ、ラジオでもやっていらっしゃった企画ということですが、はいね森尾町にまつわるさまざまなトピックを皆さんから募集して紹介する、まあ、ラジオとかですね、まあ、アニメに付属するブックレットでも行われているコーナーなんですが、このイベントのためにいろんな方からの応募を受け付けさせていただきましたあのご協力いただいたっていう方も中にはきっといらっしゃると思うんですけどありがとうございますありがとうございま す, いますでねどんなあのテーマだったかというと、今回はですね、森尾町レディオ4グレートの中で、ジョースケ、コウイチ、奥安、ロハン、ジョータロウ、キラの6人がスタンド能力を使用した全シーンをピックアップしましたこれスタッフの人もすごいなと思うんですけどいやすごいですよね、一応参考までに言っとくと、ジョースケが52回、コウイチが20回で、奥安が13回ロハンが17回ジョータロウが9回キラ24回こんなにあったんですよこれを全部リスト化しましてその中からベストと思うシーンを皆さんに選んで投票をしていただきましたで今からその各キャラクターのベスト5を発表するんですけども5位と4位は先にお見せいたしますでその後これがベスト3だよっていうのを順位をつけずにお見せしますでそこでですねあのパネル持ってきていただいてよろしいですか、はい、3位1位がどれであったかはキャストの皆さんに当てていただこうじゃないかとなるほど、はいはい、でも一体このどのシーンがお客様の心に刺さっていたかというのをですねぜひ、まあ、読み切っていただきたいというふうに思っております、はいはい、なるほどそれでは、ね、一番初めこの夜の部はですね、岸辺露伴ベストシーンランキングいきたいと思います、はい、では桜井さんちょっとあのボードの前に行っていただいてよろしいでしょうか先生、うんワンちゃんうわ早速ロハンからはい、はい、ロハンがヘブンズドアをしたものベストシーンランキング、うんはい、5位から1位までまとめてありますがまずは5位と4位は普通にご覧いただきたいと思います、はい、5位はこちらですおお、はい、杉本麗美に対して、空中に絵を描いて本にして正体を探ったけれども、プライベートなことまで調べて高一に怒られたし ありましたねこれ5位なんですね、まあ、そうですね、うん、もうちょっと上かななんて思ったんですけどね、うんうん、印象深いです、ねまあ、でも正直かっこよく決めたとこじゃなくて怒られちゃってますからねこれそうですね最初にそこが入るっていうのはそれはダメだろうってとこまで読んでましたからねそうですね、基本的にあの普通の人読んじゃいけないとこ全部読んできますからね、うん、そうなんですもう好奇心に勝てないんですそうですよねさあそれではですね、はいそんな、5位に対して4位はこちらですはいあーマジでごさまとしたけどはいはいはいでこれもどっちかっていうと最終的に調べたはいいけれども悲しい結末になってるんですそうですね残念なことになりました、うん、ですね、はいまあ、調べて本人をこうなんですか、まあ、本にしたんだけれどもキラのことを調べたことによって、バイツ・ザ・ダストに攻撃されてしまったこれ怖かったね怖かった、めっちゃ怖かったですここは、は
もう本当に高木さんともう小野大輔さんの感想が普通に見てる人の感想ですね。怖かったね。あるね。ねえ。うわ始まった。夜の部もごっこが来るかこれは。やはり。いやでもちっちゃい。キラークイーンって怖くて俺、うん、お怖いですね確かに。そうそう、うん、あのカッター持ってるやつとかねえ、あねえ言いたいだけじゃんもう無理やりやってますね。やめてくださいもう本当に食べますよまあ、とても楽しそうな大人を見てるとこちらも心癒されるところあると思うんですけど、すいませんね。でもこれ以上の名シーンがね、そうですそうです、はいはいはい、これはあの5位4位なので3位1位はまず順を発表せずにご覧いただきたいと思います、はい、ではどうぞ。はい、でもこれどれも名シーンでしょ本当に。あーなるほどね。まあ、まずはこう高一が何かに魂を取られた時に誰も見えなかったら吹っ飛ぶ。まあ、人助けに使ってますよね。そうですね確かに。で2つ目はもう言うまでもないというか、もうめちゃめちゃ有名なですね。そうですね、ここもあのセリフの流れからの2つ目のやつですね。でそして最後はもうあれですよね、あのなんて言うんでしょう、もう決着はついてるのにそこまでしなくてもいいだろうっていうもう見事なオーバーキル、ダメですね。オーバーキル、オーバーキル、彼のやんちゃな一面が出てしまったところですね。そうですね、はい、いやこうやって見てみるとやっぱロハンって友達になりたくないタイプかもしれないですね。いやそうですそんなことないよね勝手にねそういい先生ですよ、ねね、もういい先生そうに高一が頼みの綱なんですよ本当ですよ、ね、ロハン的には確かにもう大こいつが大好きなんで、そうね、どんどんどうしよう、どんどん好きになっていくぐらい確かにこいつ繰り返しだと、もうどうしたってジョイ、うん、あのジョウスケとは仲良くなれてないんですよ。なれないです、ね、もう本当に水で全然ね、うん、その反動が全部光一くんに言ってる愛情が全部。なんかでも昼の部やった結果だと、うん、なんかこう女性キャラを助けたりすると上位に来てたじゃないですか、うん、あ、まあ、この投票コーナーはね、そうそうそう、今回ね、うん、そういう感じじゃちょっと違いますね、うん、あとは最終は近くは、そうだね、印象も深くてね、はいはい、順位高いってなったけど、うん、ね、クライマックスの方がね、そうですね、ロハンに関してはその辺があんまりないですね、うん、ないそうですね、ちょっと作戦が、ね、午前の部の作戦が通用しない、そうですね、さっきレイミさんに悪さしちゃってましたそうなんだからね本当に怒られたっていうのが5位だったから、難しい。じゃあそれではこの3つを3、2、1を予想して並び替えていただきたいと思います、はい、ではシンキングタイムスタート、はい、まず直感を期待しね、もちろん直感しかないんですけどね、なんかあの、うん、確か午前って誰も当たらなかったじゃないですか、うん、あそうだそうだ、ね、そうそうそう、ちょっと当てたいんですよね、ね、そうですね、ここでね、当てたいんですよね、あ、じゃあ、 あのお客さんの拍手で決めたら、いや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 、オーディエンスですか、分かんないから投票してんだ、大体分かっちゃう一応、俺が今ざっとこうかなって思ったのが、はい、こうで、おんおん、こうで、おんおん、おんおん、こうなんですよね、おこれが、ああなるほど、僕のなんかこうファーストインプレッションというか、うん、なるほど、この並びどうかな、ちょっとこことここが、うん、もしかしたらそうですね、その高一への偏愛があ好きな皆さんもいらっしゃるからロハン先生にとって女性キャラみたいな、なんとなくマイヒロインマイヒロイン、さあその法則に当てはめるならヒロイン関連の方が上に来るんですよね、上に来る、あ、まあ、やっぱそうかあそっか、そう、嘘かな、そうだな、その法則まだ生きてるだろ、どうなんでしょうね、どうなんでしょうね、高一くん先生先生君はどう思うんだい先生、いや、僕そのままでいいですなんか怖いんで、大丈夫です、高石くんが言うならあ、よかったこれなんか1位にされちゃうと、なんか責任感じちゃうんで、ね、確かにね、今ジョウスケに騙されそうになったそそのかされて危うくこれでいきたいと思います、これでいきますか、うん、これはいいですね、わかりました、うん、じゃあそれでは、これを結論とさせていただきまして、順位の発表を見ていきたいと思います、お願いします、ではまずは第3位はですねこちらです、高一くんでした、思ってたより先生の中でランキング低かったマジでなんかショックこれはこれでショックだね、高一くん別に何も悪いことしてないですちょっとこれ3位なんですね、しかもマジか、本当だね、これ良かったよね、これここ大事なシーンですけどね、うん、いやそうですよ、
でももともとわざわざ、ね、露伴先生にこう投票してくれるってことは投票する人自体もちょっとマニアックな趣味の持ち主だったと思うんですよ。ああそういうことなんですね。そうそう、そこを加味しないといけなかったんですね。メジャーファンばかりじゃない。そうするとそうするとどうしてもやっぱりいい人をちゃんと助けたシーンというのはちょっと下がってくるのかなっていうと、あれおやおやおや、あれ、ね、おやお前らお前らなるほど。え、2位はじゃあ何なんだろう。2位って言いましょうか。じゃあ2位はこちらだったんです、うん、どうぞ。おお、ここが逆だ。こっちが逆だったんですよ。なるほど、ね。まあ、2位に関して言うと、もうどう考えてもやらなくてはいい、心温まらないシーンが上位です、うん、本当ですか。ひねくれてますね、これね。こういうとこ好きなんですね。ちょっとショックだな。いやいやいや、まあでもね、あれだけこう懲らしめるべき人を本当に懲らしめてくれた気持ちのいい、まあまあそうですね、エンターテインメントとしては素晴らしく楽しかったシーンですけどね。はい、あね、さあそして1位はもちろんこちらでございます。こちらと、うん、はい、あれでございます。惜しい。なんか5位4位と1位と3位が全部顔を本にしてる絵ですね、うん、そうですね。そういえばやっぱり印象的なんですよ、ね、印象的なんですね。本当にやっぱりヘブンズドアはね、一度誰かやってみたいしやられたいと思うやつですよ ね、 ですね。書き込みたいですね。え、そっち見るだけじゃダメなの。いや書き込みたい。何書きたいんですか。いや、いらんこととか余計なこととかいろいろ。うわあの暗い3人この能力持ってほしくないあーやばい。ここの人たちに誰かをこうパカッとやってなんかパッて書くんだったら誰にパカッとやりやすいのは小野大輔ですけど小野さんパカッとやらないと、まあ、かけられなくても開いちゃってるっていう可能性はありますね。桜井さんに対しては自分で、うん、僕こうですよどうどうっていう、なんて書くんだろう。大好きって書くのかな小野大輔は桜井貴弘が大好きみたいな、なんか元からです。元からです。ありがとうございます。元からですよ。ありがとうございます。書く必要ない。何ですかこれ今わかりました。今パカッと開くと小野大輔は桜井貴弘にお世話になっているって書いてあるんですよ。これからもよろしくお願いします。これからも。え、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとぞ、なんとぞよろしくお願いします。以上です。何ですね、何だよ。ということで、まずはですね、一番初め、はい、岸辺露伴に対する、ベストシーン選んでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。難しいな。いや、そうですね。だからね、意外に完璧に当てるのが難しいんですよ。まだ、そうですよ。昼から続いてこれでもう4連敗、うん、もう4連敗、この辺でね、当てとかないとちょっと、うん、一応我々ジョジョ好きでここにいるんですけどね。そうですね、本当だ。まあでも競馬で言うなら3連単ですからね、これ3連服ですらないですから。なるほど、そうか、結構当たんないし、結構難しいですよ、まあ、じゃあそれでは続いていきましょうか。じゃあ続いてはですね、ジョー太郎。お、はい、来た。じゃあ行きましょうか。ジョー太郎さん、これは行きましょうか。はい、ジョー太郎のスタープラチナザワールドについてのですね、はい、はい、ベストシーンランキング見ていきたいと思います。お願いします。はい、ではまずは5位からいきましょう。5位はこちら。はい、うわあ、これは見ました。ハンティング、うん、ハンティングの回だ、うん、これね、すっごいこうもう不利だと分かっていながらも作戦的に行かなければいけないからと、うんうんうん、行く男らしいシーンですよね。そうですね、これはもう本当に完全に、ジョースケがこの後直してくれるっていうことも含めて、うん、その戦いに行ってるんですよね、うん、そうでしたね、うん、だから負傷することを、うん、あの想定内として多分言ってると思うんですよ。そうですね、なんかそこがすごい覚悟決まってて男としてかっこいいなと思いながらやってましたね、うんうん、なんか丈太郎が丈介君をちょっと信じてくれてる感じもちょっとグッときましたね。ここら辺でようやくね、確かにまあまあまあそうですね、嬉しかったです。まあ確かに丈太郎は全体的に3部に比べるとやっぱりだいぶ大人になってますよね、こういうとこ調べてみてると。そうですね、いやでも本当この話数はがっつり戦った話数だし、うん、あとねものすごい怖かったんですよ、あ、そうなんですか。演者としては、はい、いや動物相手にするの怖いんですよね。動物を相手にするのが怖い。怖いですよ。まああの3部だとあのイギーとペットショップ戦とかありましたけども、はいはいはい、何が怖いってね、相手が動物だとね、こっちがずっと喋ってないといけないんですよ。そこー怖いわ。そりゃ怖いわ。まあまあ確かにそうですね、うんうん、でも緊張感とかも全部向こうからもらえないから、こっちが作っていくしかないから、うん、結構ね、しんどかったよ ね、 そうですね、一緒にやってきたけど、うん、確かに、うん、そうね、そうか、苦労しました。そうか、今改めて思ったけど、ハンティングって書いてあるけど、ネズミ駆除の話って言ったらそうなんですもんね、これね。そうですね、まあまあまあ一言で言うと、一言で言うか、ね、じゃあ次行きましょうか。これが第5位でした。第4位はこちら。あ、はい、これこう硬いのが出てきて、こうシアートアタックをもうバーッと、うん、はい、
やっちゃおうぜっていうやっちゃおうぜ系ですね。やっちゃおうぜ系、これめちゃめちゃ長いラッシュのところですよね、うん、そうね、うん、だからこれ小野さんね、あの大輔さん、これすごい声大変だったんじゃないですか、アフレコの時。これオラオラはこれ久しぶりにオラオラした回だったんで、いや本当非常に、うん、緊張しました。緊張した、この収録の前は、うん、もちろん前の日はお酒飲まず、うん、まあ終わった後はハイネケン飲みましたけどね。ハイネケン美味しかった、うん、美味しいお酒が飲める美味しいお酒が飲めた回前日は飲めず終わった後に美味しいお酒が飲めるっていうタイプのなんか男の仕事なんですね、こうやって考えてみると、うん、ああでもそうですね、ジョジョ男の仕事です ね、 ですね、漢字の漢と書いて男の真実、分かる分かる分かる、ね、うん、確かに男立てとか読めちゃうね、あれも仕事ですよね。まあでもちょっとラッシュを早めた、うん、あの意識的にちょっとだけ早めた回ではあるんですか。はい、回ですね、うんうん、昔より落ち着いてるんですけど、昔より技というか、自分のスタンド能力的には研ぎ澄まされているっていう感覚でやっていたので、ちょびっとだけ速くなってる、うん、これはと思う。これはパッケージ持ってる方とかは、ね、ぜひこう見比べてほしいですね、3部と4部でね、はいはい、じゃあそれでは、まあ、こんなですね、もう5位と4位だけでも言うことがいっぱいある丈太郎ですが、3、2、1位はこうなっております。ではどうぞ。はい、ドドン、ドン、さあどれがどう並んでいるんでしょうか。39はあるな、最終回ありますね、うん、ありますな、まあ、基本的にラッシュが多いんですけども、うん、ラッシュじゃないのもあります。そうですね、うん、キラを追ってるやつはそうですね、うん、火を起こしてチアアートアタック、そう火を起こした時にあれですよ、木をこすってオラオラして摩擦熱で火を起こすっていうのがあって、おすごいそんなことできるんだと思ってそこに感心した覚えがありますねA は、ね、そして B、うん、キラに対して時を止められて早すぎる一撃とラッシュを浴びせた、うん、C 射程距離までキラに近づくことができたので時を止めてラッシュを浴びせた、うん、やっぱラッシュを浴びせるんですね、うん、大体ね、他の能力に比べるとこれがどうしてもねいいシーンではありますよね。じゃあ、あちら の、うん、あのボードの前にご移動いただきまして、はい、行きます。3、2、1をちょっと決めていただきましょうか。では、はい、移動したところでシンキングタイム、あ、早い、いや、もういいんじゃないですかいや、シンキングタイムスタート、早い、大丈夫、別にそんなにね、時間制限そんな厳密じゃないから、うん、と丈太郎さんならやってくれるスター・プラチナ・ザ・ワールド、あ、止めんの、すいません、時が止まった、ずるい、少し止める、時が、うん、最終話、やっぱ最終話でしょう。まあ、これはあるかな、やっぱり。そしてここだね、どうかな、摩擦熱持ってきたいな、摩擦熱の印象強すぎませんでもさっきの露伴の法則でいくと割とあれが2位だったりするかもしれない。おちょっとなんか変化球、はい、変化球、うん、変化球、変化球、そして助けてるんです、助けてる、大石君を、うん、はい、これこの順番じゃないかなと思うんですが、うんうん、いかがかな、どうかな、どうかな、いかがかな、どうかな、すみません、小野さんの、小野大輔さんのその相談先は誰なんですか。いかがかなは誰にかかっていたのは、どうだ、光一くん、光一くん、光一くんなんだ、やっぱりそうなんです、そこなんです、光一くん、丈太郎さん、この後すごい怒られたんでちょっとそうだな、うん、こう、うん、見るんじゃなくて見るんだ、はい、聞くんじゃなくて聞け、はい、はい、音で聞くとよくわからないことを言っていたね漢字がないとちょっと、漢字がないとわからないけれども、確かに反省しました。おお、いや、マジで丈太郎さん、それはほらオーディエンスもね最終回が1位って言ってますよ、ちゃんと聞きましょう、バイザー出すと、うん、戻した戻った、これでよかった、これでこれでこれでよろしいです。はい、わかりました。じゃあそれでは見ていきましょう。まずは丈太郎のベストシーン第3位はこちら、正解、おお、あ、これさあ、まずは来たね、よしよし、来たよ、これいけるな、ああ、よし、いいぞ、キラに対し今日止められたように早すぎる一撃とラッシュを浴びせたし、うん、はい、さあそして、はい、そしてさあ先ほどのこう動かしたのが吉と出るか凶と出るか、うん、行きましょう。第2位はこちら、おだ、おー、すげー、さすが、追いついてませんよ抜かれないっていうDVD ではね、多分ね、そうだな、入ってるかな、うん、やっといて、やっといてください、うん、はい、今遠くで見えない方のために言っておくと、この指の先にはカメラがありました、あ、ここにカメラあるんだよ、そこも、そこ大事ですね、はい、そうです、はい、じゃあそれでは、そしてってことは当然なんですけども、はい、第1位はこちら、見事正解、すごい、
いや当てたね、うん、見事ようやく聞けたファンファーレ。そうだね本当だ、さすが。おお抜いてくれた、ありがとうございます。さすがジョジョ愛好家の、ありがとうございます、ね、いやいや素晴らしい、これはさすがジョタロさん、やっとね、嘘だろ継承されてないよかった、はい、よかったよかった、おめでとうございます。いやさすが、やりました、素晴らしい、よかった、ね、ドキドキした、やっと当たったね、やっとですね、さすがでしたな、うん、はい、まあね、この中でも一番ね、あの城太郎との付き合いが長いわけですからね、キャラクターとの付き合いはね、まあ、そうです ね、ぶっちゃけ1年やって、うん、さらに、うん、39話やってきましたから、そうですよね、まあまあまあ、まあ、よかった、もう当たってほっとしましたね、見事な正解でございましたが、そして、今日はですね、実はもう一人分やろうかなというふうに思っておりまして、ちょっと変わったやり方なんですけど、続いてはですね、この人のランキングです、ドーン、はい、おお、キラー、キラー吉川、キラーのやりましょうよ、なんだと、うわ、まあ、キラーはまた能力いっぱいありますからね、うん、まあ、そうですね、キラー君、シアハタタクバイツァーダスト、うん、さあ、でこれを、あえて小野裕樹さんに代表していただいて、なるほど、宿敵のベストシーンを当てろと、そうなんですよ、なるほど、なるほど、やっていただきたいと思うんですが、わかりました、やってみましょう、じゃあそれではですね、これも5位4位からまず見ていただきたいと思います、うん、では見てみましょう、5位はこちら、ドン、あ、うわあ、もう許せねえ、今すごいいきなり被害者の会みたいなのが結成された、え、これベストシーンとして皆さんが投票して、まあ、一応多分印象的なんで、そうさ、あの、うん、キラファンの方っていうのがもしいるとすると、うん、結構猟奇的な方だと思うんですよね、なるほど、これを見てもそうですよね、これを見て、これを5位に、うん、奥安、これ5位だったよ、これだよな、あれどっちだよなちょっと取り方難しいな、それ、俺はこれで森川を嫌いになった奥安気が合うじゃねえかあらー、なんつってな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 の一言で今解決しましたけど、まあでもね、このキラファンの方はこれでしげちがポンって言った瞬間に、あ、キラ好きって思ってる人いるっていう、嘘でしょ、どこかなかなかですね、どこかにいらっしゃるんでしょうね、じゃあそれでは続いて第4位いってみましょう、第4位はこちら、おい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 、やっぱひどい、爆破ばっかしてる、そういう能力ではありますけども、そう、ね、キラファンやばいね、やばい、はあ、俺はこれで森川嫌いになった、あまた結果嫌いになり続けてる、これからどんどん順位上がりますから本当ですよどんどん嫌いになっちゃう、なんつってな、ね、なんつってなそれ言ったら大丈夫、魔法の言葉、ずるいすごいですよね、バイチャ出すとバイチャ出すと便利だな、そう、続いて3、2、1位なんですけど、こっからですね、さあ3、2、1はどんなシーンが残ってるのかなんですが、ではどうぞ、ドーン、どうだ、なんだ、おいおい、ろくなシーンがない、ひどいひどい、なんだこれ、これはひどい、4人を爆破したってもうちょっと待ってよ、まとめられちゃってるもんね、本当だね、シーンひどいね、あ、全部爆破したですね、最後ね、ひどいやつだな、これちょっと所持当てたくはないんですけどそうだねやるしかない、やるしかないね、まずは、ね、皆さん投票してくれて、逆に最終話がないですね、うん、そうね、終盤ばかりだけど最終ではない、ねえねえねえ、ちょっとさ、はい、全然関係ないんだけどさ、え、はい、全然関係ない話しますえ、なになに、みんなここにさタオル置いてあるんだけど、なんで俺寝あれあれクッション、それさっき楽屋で抱いてたやつなんですあ、そうだ、楽屋でね、これ俺今気がついたんだけど、渡るさんが抱いてたやつだ多分ステージ上でも抱いててそうですよ、若さんそれあの抱いててください、ね、どっかに森川いいんじゃねえ、いやいやだったら出てお客様の中に森川はいらっしゃいますか森川は呼び捨てすげえないらっしゃるかもしれないですけどね危ねえなこれこれで汗拭くとこだったよ聞きづらい聞きづらい、いいですね、かわいいかわいいですけども、びっくりした今、ますちょっと立てとくか、立てとくか、猫草ね、ね、はい、じゃあ、あの本物の腰、あそこね、そして腰をあれ、そういうことですか、俺が猫草に噛んだみたいな感じになっちゃったっすよね帰ってくる場所がなくなっちゃった、まあ、いきましょうよ、ね、キラの回だから、キラの回ね、なるほど、森川さんの名代みたいになっちゃったんですけど名代、じゃあ、それでは、この中から3、2、1を決めていただきたいんですが、
ね、難しいね。爆発させてる相手も様々ですよね。まあ、とりあえず、まあ、他のねもう本当にシーンとして絶望的な、ね、クライマックスこれだから盛り上がるっていうのが36話の、うん、あるじゃないですか。もううわ終わったわって思った人、ねね、確かに思ったこと。いやもう大変だった。あちょ膝に乗せてもらってきた。あれあれお大変だった。だってオノディ一人になっちゃうんだもん。優しい優しい優しいバカなのに。ねえ始まった。始まったバカなのにって言ったな。思い出した。あれれれジョウスケひどいぞ。嘘でしょ。おかしいよジョウダモさん。今日なんかジョウダモさんの俺への風だれすげえ強いよ。なんかビュービュー来てる。確かもうその髪型をさ楽屋で見た時にさマジで危ねえやつと思ったんだよね。怒るとこじゃねえのここ。逃しちゃった。怒らなきゃいけないじゃん。こら優しい怒り方だな。もう裏だったよね。ジョウスケ君かわいい。さあ選びましょう選びましょうね。選びましょう。わりわり選ぼう。じゃあそれではいきましょう。シンキングタイムスタート。あーまあでももうまず直感でやっていきましょう。ほうほう。押し切って、はいはい、ジャッツってね。あーまあまあでもなんかそんな気はするな。そんな気はしますよ。並んでるね。34、35、36。そうなんですよ。だんだんとこう皆さん的にもね印象がこう深くなっていくのかなっていうのはちょっと思います。平月がどんどん興奮していく様が。そうそうそう。うわーそうですね。なるほど。本当だ。なるほど。キラズキが初め、電車で隣だった人殺しちゃうのみたいな、爆発させちゃうのみたいなところから、うん、最後は敵まとめて爆発させちゃうのみたいな。ドキドキキュンキュンキュンってなってるわけでしょ。そうそうそう。興奮も4倍ですよね。そういうことね。ヒャーンってなってるんでしょ。やべっていうことはこの可能性が高いんじゃないかと。これは高いね。これは思いますね。これかな。はい、じゃあそれじゃあ行ってみましょうか。これでよろしいですか。はい、はい、じゃあそれでは正解を見ていきましょうか。ではですね、キラズキの真実が明らかになります。3位はこちらです。あれ、あおい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 、そうなんだ。おい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 、すでにもう希望がなくなっちゃう。すでにおい夢も希望もなんでだよ。ござそうろう。まあまあ当てなくても当てなくてもいいんですけど、別に当てなくてもいいんですけど、一応こういうコーナー。ああそうなんだ。意外だね。ね、となると残り2つ、うん、そうなんです。どっちが来てどっちが来てあるのかな。番狂わせというかね。マジで、どうなんだろう。さあどうなのか、いきましょう。では2位見てみましょう。2位はこちら、ドン。うわぁ、マジで。そうなんだ。バンクルマスあった。みんなも意外なんだね。やっぱキラファン変わってますね。お、はい、すごい。お前ら、お前さすがだな。誰だ誰だ、はい、さあ、この中に絶対ね、これ一番本当にこう純粋投票数で選んでるんで、すごいな。無意識を反映してるはずですから ね、 これね。やられた、これはやられた、カップルっていうこの生な、あ、なんかこのリア充に対してのこのそうそう、それが勝ったのかな。そうなんですよ。じゃあちょっと一応1位も明らかですから見てみます。こちらでございます。はい、うん、はい、そうなんすごい爆破されてますもんね。そうね、桜井さんのおっしゃる通りで、本当にリア充爆発しろっていうシーンですよ、これ。そうなんだ。実現しましたね。ああ、でもこのシーン確かに、この電車からの一連のキラの行動とか考え方がすごく出てるシーンなんで、そういう意味ではそのキラファンにとってはもしかしたらすごくこれぞキラみたいなシーンなのかもしれないですね、全部含めて。そうですよ。あれ、こういうのをなんかね、こうプロファイリングしていくと、なんか俺もどんどんキラ寄りの、キラ寄り、大丈夫か、キラ寄りになってんだよ。キラ寄りの気持ち。ジョウス君真逆でいてね。ね、そうそう、本当だよ。そうだ。へえ、でも、いやでも悔しいな俺。だからね、もうこれ今日まあ1日かけてこのシーン、まあだから6人いらっしゃって3つですから、18シーンとかやってったんですけど、最後の一番最後の鳥のシーンがリア充爆発するシーンなんですよ。本当だ。ええ。いや本当ですね。ねえ、ということで、面白い。でも、まあでも惜しかったよ。おお、あれデジャブだなこれ。バラアートまとめましたね。どこが？すごい、全く今回もダメでしたけどね。オールオッケーですね、もう今の ね。だって違ったの3つだけじゃん。そうだ、確かに。確かに、だから。うん、大したことない。どんまいどんまい。いくらでも物事あるとか、そっちしかやってないんだ。いっぱいあんだもん。よかった。何くよくよしてたんだ。そう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 。ね、まあということで、でもそんな中でですね、昼夜通じて唯一完全正解だったのは小野大輔さんです。すごい。すごい。これは本当素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいです。ということで。よかったね、大正解が一つ入って。そうですね。本当に良かった。今日一日やってて。本当に良かった。本当に良かった。本当に良かった。
ということで、このコーナー特に商品用意してなかったんですけど、多分怒られないんで、よかったらですね、猫を持って帰ります。猫、はい、草だ。渡辺さんが大好きな猫草が。命を運ぶと書いて運命。来た。僕はこのあのシーンが一番好き。ああ平野の中では。でも入ってなかったっていう。そうですね。全然入ってないっていう。ガオン。あーっつって。ああ。削り取った。やれやれだぜっつって。はい、本日ジョジョごっこです。ねえねえ、ね、ちょっと先言っちゃダメですよ。やるならちゃんとやってもらって。合わなくて合わせないと。打ち合わせしてからやってもらっていいですか、それ。ねえ。やるんだ。以上森尾トレンドのコーナーでした。ありがとうございました。楽しそうだな。楽しそうですね。なのでもう。楽しいんでまだ続きやりましょう。じゃあそれではちょっと皆様あのステージチェンジさせていただきたいので、ちょっとお立ちいただいても、はい、はい、よろしいでしょうか。でお立ちいただきまして、あのどうします、猫持ってきますか、置いときますか。あ、猫置いときましょうか、うん、じゃあ置いといて、置いといていいと思います。はい、じゃあそれではそのままですね、皆様から向かって、お客様から向かって右手側の方にあたりにちょっと行って移動していただいてもよろしいでしょうか。今度は動画を使ってのですね、そんなコーナーに移らせていただきたいと思います。さあそれでは続いてはこちら、グレートフェスティバルでは動かない。 お、なんだなんだ。はい、まあ、ここまでもうあのセリフとか小芝居はいっぱいやっていただいたじゃないですか。小芝居小芝居小芝居、おっしゃる通りです。そうですね、おっしゃる通りです。プロの役者さん捕まえて小芝居っても失礼かもしれません。いや、とんでもございません。どういうことかというと、今からですねアニメの1シーンをスクリーンに映し出すんですが、途中からキャラクターとかスタンドとかがあのハテナマークで隠されてしまいます。あら、でもジョジョの作品で、ね、様々な印象的なポーズが出てくるじゃないですか。それを皆様に実際にこの場でやっていただこうというシーンでございます。来ましたね、やばい、はい、やばい。で、あのこれ昼もやったじゃないですか、そういえば昼商品かかった途端に全員正解でしたよね。あ、そうだ、昼はね、食べっ子動物でしたよね、ギンビスさんの、あのギンビスさんの、あのムカデ屋のご主人が好きなですよ、ね、あのギンビスさんの食べっ子動物だったんですけど、またいただけるんですか。まあ、またいただける、またあの食べっ子動物だと思いですか。今度はですね、正解の方にはですね、あの違うの、ジョースケのお母さんが大好きでおなじみ、鎌倉カスター、鎌倉カスターを用意させていただきました。かじってあるやつですか。誰かの食べかけ、この鎌倉カスターは一応まだ製品状態ですけれども、かじりかけを作ろうと思ったら割と簡単なので、まあ、そうですね、吉田さんとって今食べる、吉田さんが一噛み、ヨッピーさん食べるんでしょ。あのどうですか、ワンバイト入った方がよろしいですか。ワンバイト大丈夫です。ワンバイト遠慮します。このままですよ、鎌倉カスターを正解の方に差し上げたいと。冷た、ちゃんとスタッフ冷やしてる、すぐ食べられる。怖い、それ怖い、すぐ食べられますよ。冷えてんだ、冷えてます。じゃあそれではですね、はい、一番初めのシーン映像を見ていただきましょう。そうすると誰が指名されるかも分かりますんで、はい、一つ目はこちら、最終話だ、まあ、オーラスですね、はい、誰だ。おい知ってるか、ロハンがよ、これ一番最後仮面で万引きして捕まったらしいんだよ。マジだったらやべえな。そうなんだよ、よく知らねえんだけどな。よく知らないんじゃん。ったく、うん、じゃ、いっか。これはこれはこれはきた、これはもうこれはね、印象深いね、もちろんですけども、あの本当に最後のやつ、そうですね、オーラスですね。あの、小野裕介さん、あ、小野裕介さん、小野裕介さん、また、また来ましたよ。小野裕介さん、小野裕介誕生しました。ほぼ小野裕介でしたね。ごめんなさい、小野裕介さん、あ、裕介を、いやでも一体僕の脳内は何が起きていたのか。裕介、ついに合体しました。裕介、裕介頑張ってこいよ。大輔、裕介頑張れ、おい、すいません、気に入るな。もうすごい自然だったもん。そうですね、いそうっていう、うん、ではすいませんが、あのシーンもでももう何度となく目にしてますよね。しかも僕あれなんですよ、一番最初にジョジョ の4部のイベント、ジャンフェスのステージに立たせてポーズで初っ端これやってるんです。あ、うん、これはもうじゃあもうすぐ分かりますよね。もうこれは任してくださいよ。はい、なんだあの笑顔、腹こい、腹立つな、もう顔を作るな、やめて、それは昼のやつ、昼のだ。
ネズミ駆除のやつ素振りするな。めっちゃ80年代の歌番組のそのシーンがこれから期待はワンコ聞きたい。やめろ、ジャケットプレイやめろ。杉山清隆みたいな。なんで吉田さん絶対何かに例えるなんか思いついちゃうぞ、大野さん見る。はい、じゃあ行きましょう。それでは、はい、カウントダウン出しますんで、カウントダウンが終わった時にそのポーズ決めといていただきたいと思います、はい、ではカウントダウンスタート。おいろいろやってくれる。やるやる、いろいろやってくれる。いっぱいやる。いい、なんだれ、なんだれ、なんだれ。お、あ、まあ、顔は顔、うん、顔顔そんな顔だっけ、ジョウスケ君。顔やめろ。眉毛がもう、ハの字になっちゃって誰誰でしょうね。これよ、小野ゆうすけさん。ゆうすけ、小野ゆうすけ。これが、これがゆうすけ。これがどうも、ゆうすけです。誰だそんな声なんだ。お前も大丈夫。部外者がいるよ、もう。本当だ。あとこれ、顔もポーズもきついっす。じゃあ早めに行きましょう。早めに正解の映像見に行きましょう。では早めの映像です。どうぞ。そうなんだよ、よく知らねえ。よく知らないんじゃん。ユースケ頑張って。来てる来てる来た来た来た。んじゃ来た来た来た。おー、決まった。まあこれは間違いなく正解。変な顔すんな。はい、やったユースケ売れピー。じゃあすぐ食べられる鎌倉カスターで。やった、ありがとうございます。いただきます。すぐ食べられる。食べる。すごい早い。早いよ。早いね、鎌倉カスター食べるのね。ユースケ美味しい。ユースケ美味しい。そのキャラ何なんだよ。誰なんだよ。いやでもポーズが合ってればいいんですね。そうですね。顔は違う。顔は全然違ったけど。さすがだよね。顔の再現に関しては、まあ、個人裁量にお任せいたしますけれども、うん、なるほど。ポーズが合ってればまずはいいコーナーです。ではじゃあ続いて2問目のシーンいきたいと思います。はい、2問目のシーンはこちらです。してる。お、この顔も。ひょっとしてちょっとあんたって僕のことですか。死んだ目をしてる。そうよ、あんたしかいないでしょ。これすっごく重いのよ。そう言われてもな。まさか。今帰れって言われちゃったからな。それにチビだからそこまで届かないかも。それ割っちゃったらあなた上の人に叱られちゃったりするわけですか。そうなったらオーマイガですね。わかったわよ、教えろよ。525号室よ、運が見えやなら525号室。そこのエレベーター動かんよ。これあの瞬間にとんでもなく卑猥なものが見えたみたいな切り替わり方でしたけれども。おお、まあ、ということで、これは光一くんなんで、あのカジさん、すいません、はい、上に上がっていただいて。じゃあカジユウスケが。ユウスケ、カジユウスケ、カジユウスケ。混ぜるな、混ぜるな。どんどんいそうなカジユウスケさん。カジユウスケ、誰だお前。カジユウスケ。あ、その顔、ユウスケだ。あ、あれか。その顔はユウスケだ。ユウスケ、なんでその顔になるんだよ。カジユウスケです。あ、もう声もそうなるのかよ。あ、殴りたい。すぐ殴るんだよな。すぐ殴る。さあ、それではあのシーンは珍しく、まあでも光一君が人に対してなんかこう、からかい出てるというか。そうですね。ですよね。ちょっとね、まあこの前にあの人にすごいちょっとひどめのこと言われてるんで、ね、うん、まあさすがの光一君もちょっとイラッとしてるっていう。うん。それにしても目がこんなの人からね。あ、そんな目だった。そうね、表情、確かに顔も大事だよ。あれそう、そういうふうにこういう目の表情で出てしまうやつを態度というかポーズで表すと、あのシーンどうだったっけというのを思い出していただいて。でもこれでも僕覚えてますよ。あ、覚えてます。はい。お、じゃあそれではそのシーンを、はい、あのカウントダウン出しますんで、カジさんに再現していただきたいと思います、はい、ではカウントダウンスタート。あ、やっぱりやっぱりユースケ、ユースケ出てくるんだね。え、嘘。あ、まあ、あの目死んでる。左手がこう、うわ、死んでる。怖いよ、怖いよ。怖い怖い。これちょっとしばらく見てると何か、ね、ちょっと、あなたは、あなたはだんだん眠く。早くしてもらっていいですか。これきついんだよね。意外と辛いですね。はい、わかりました。じゃあ早めに行きましょうか。はい、はい、では正解の映像をご覧いただきたいと思います。正解の映像はこちら。それ割っちゃったらあなた
上の人に叱られちゃったりするわけですか。どうやってそうなったらオーマイガですね。分かったわよ、教えようよ。525号室よ、運が見ゆやなら525号室、そこのエレベーター動かんよ。すごいやる気のない交通整理。これ正解ですよね。もう完全に正解ですよね。やった、アマグラキャストでございます。おめでとうございます。どうも、早い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 。いいぞ小石くん、よくやった。うまーい。やったうまそうだ、おいしい。実際おいしいよね。ね、うん、前が漫画道みたいでしたけどね、もうね。好きな人だけ分かっていただきたいと思います。じゃあそれではいきますよ。じゃあ続いては、はい、この映像いきましょうか。この映像です、どうぞ。はい、ハーベストその1。あ、SG 組の121311。当たりましたよね、宝くじ。なあ、もしも万が一に当たったらよ、うん、交番に届けんのか。バーカ、届けるわけねえだろ。ハーベストは捨ててあったのだけを拾ってきたんだぜ。そしてそういう心配は当ててから威張って言えよな。ご苦労さん。なぬー、 SG 組の1213だと。SG 組123114 SG 組123114。しかも前後のシーン見えてるし。嘘でしょ。え嘘でしょ。あれ、ほぼ答えがなんか違う。なんだこれ、何この難易度の差。本当だよ。まあ当然ですけれども、鎌倉カスターかな。あ、もう勝ちを確信している社長が。社長では、すみません、社長だって言えてんだもん、ね。まあ、そうですよ。社長の難易度を低くする接待か、このコーナー。そうです、そういうことか。社長、これやっぱりね、はい、喜んでるやつだからね。喜んでそうですよ。おっしゃる通りです。嬉しそう嬉しそう。マイクを置いた。一体かな。あ、持ってるそんな感じじゃない。いやすみません、見てましたか映像。あの、こう見えてる裏側でこんな愉快なポーズじゃなかった。ヒント生かしてください。ヒント、ちょっともう一回見せてくれる。そこで。それは明らかに、まあ、確かに大人がああいうポーズ撮ってるの見たことないからっていう。見たいのはありますけれども、うん、じゃあもう結論は出てるということでよろしいですか。これですか。違います。こらこら。嬉しそう、嬉しそう。バカ社長好きですけど。なんか全体的に片岡鶴太郎テイストが出てきてます。じゃあそれでは、ありがとうございます。あ、じゃあお願いしたいと思います。ではカウントダウンいきましょう、どうぞ。やってる。あ、お当たるか。お違うじゃん。違うじゃん。動いちゃった。ないんじゃない。我慢できなくて。結果これか。やりたいだけじゃん。そっちでいいんですか。どっちですか。結局じゃあファイナルアンサーはどちらの形で。あれ鎌倉カスター取りに行ったな。取りに行きましたね。カスター欲しいもんね。さあ、見た感じ、あのタクシーの運転手さんの休憩時間みたいな感じなってますが。例えがないな。では行きましょう。行きましょう。どうぞ。もう行きましょう。もう何もないのに。もうだってそしてそういう心配は当ててから威張って言えよな。ご苦労さん。なぬー、 SG 組の1213だと。SG 組1213 14。おめでとうございます、正解。なんとなくありがたかったんで2個差し上げたいと思います。あらあらあら、どうぞどうぞ。すごい、2個も2個もらったぞ。社長やりました。さすがです、社長の頑張りが。やったな。これで働けます。ありがとうございます、社長。ありがとうございます。今日の晩飯だからな。ありがとうございます、社長。ありがとうございます。だとしたら少ない。やっぱ社長あってのこの会社だ。本当これ僕ら4人で分けるんですよ。あ、そうだ、そうです。半分ずつ、ね、ありがとうございます。なんで2個もらえたの、逆に。なんでありがたいからです。ありがたいからですよ。ありがたいからか。じゃあそれでは、はい、このクイズルールがわからない。このクイズ外すことはなさそうな気がする。どうやら全体的に。そうですね、はい、じゃあそれでは続いての映像見てみましょう。続いての映像はこちら。
背中にいるスタンド、一体どんな。振り返っちゃいけないやつですよね。どんな、はい、見たいのかい。どんなスタンドか。いいよ。見せてあげるよ。やばいやばいやばい。これはやばい。やばいよ。これはやばい。やばいなこの人。大丈夫かな。これ顔隠れてたらやばいから。ついに参っちまったか。丈太郎のところへ行っても無駄だと分かったんで。さあ、このシーンなんですけど、はい、ポーズからすると、まあそうだけどもみたいな。まあ。ポーズだと思うんですが、え、まさかもしかして、え、嘘、まさか、もちろんですが、これ、この桜井さんにやっていただく、まあまあまあ、そうですね、メインですよね。わしでいいですか。わしですね。わしでいいですか。はい、え、ポーズだけじゃなく、まさか、いや、もちろんポーズが合ってればそれでいいんですけど、ただ、あの前後を見ていると、この時の顔って超気になりますよね。顔の方か。あ、顔よかった、顔の方か。顔ですか。顔問題だ。いや、そうだ。でも、できること少ないですよ。何言ってんだろう。やる気はないよ。よくわかんないんですけど、あの後ろにいるやつじゃなくていいんですよね。後ろはやらなくていいんですよ。違う、あっちじゃないです。お前じゃ後ろにいるやつじゃないですか。お前は大丈夫です。よかったよかった。さあ、取り付いてる方のスタンドではなくて、もちろん岸辺露伴先生の方をやっていただきたいわけですが。そうですよね。はい、まあ、なんかでもこういう感じですよね。もうだから、まあ、ある意味もうはっきり言うと、この状態で正解に、ほぼ正解と言っていいんですけど。です、ね、顔ですよ。問題は顔。問題はどうなってるのか。じゃあそれでは5秒後に、来た。あ、はいはいはい。 あれ、あ、ちょっともうなんか顔の下の方がおかしかったように見えちゃったな。では行きましょう。カウントダウンスタート。どうなるんだ。さあ、このシーンのこの再現でといます。あれ、ロマン先生が誰かに抱きしめられている。あ、あ、お。すごいしゃくれてる。なんだあのしゃくれ方。やばい。やばい感じになってる。この人露伴先生じゃないな。ああ、これはチープトリックの営業受けてるね。だいぶ完全にだいぶ受けてる。うん。さあ、それではしゃくれ方はこのシーン、隠されていた部分を撮った正解の映像をご覧いただきたいと思います。これ満場の視点を集めてこのポーズを撮っている気持ちってどうなんだろう。複雑です。複雑ですか。では参りましょう。どうぞ。あ、正解を見て。見せてあげるよ。ちょっと、ちょっとほら、しゃくれてきてる。しゃくれてきてる。ほらほら。ついに参っちまったか。丈太郎のところへ行っても無駄だと分かったんで。さあ、それでは正解と照らし合わせてみると、同じぐらいの高骨感。素晴らしい。すごい素晴らしい。じゃあ、すみません、3個あげます。ありがとうございます。いっぱいくれる。モテますか、これ。モテますか。みんな、みんなこんな。やったー。ロハン先生、ありがとう。あんちゃん。やった、やった。社長、これで1人1個ずつ。いや、ありがとう。そうですね。ありがとう、あんちゃん。お腹空いてたんだよ。よかった。我が社満体だ。やった。鎌倉カスターばっかり。明日も頑張れる。これで今日も生きられる。よかったよ。いや、でも本当に今の岸辺露伴先生、やばかったですね、相当ね。いや、やばかったですね。じゃあそれではまだありますよ。じゃあ次行ってみましょう。次はこちら。はい、さっきもね、ちょっと一瞬ありましたが、うん、はい、虫食いのスタンド攻撃は俺たちに見えないスピードではない。その発射地点を見逃すな。奴の潜んでいるところを見つければ逆に狙撃してやる。緊迫感ありますよね、でもね、本当に。なんだこりゃ。捕まった後に、あ、ここをやるわけじゃないんだ。この後か。ここです。次が俺たちの置いた罠を使っただと。スタープラチナ、ザワン。ここだ。やれやれだぜ。え？お？さあ、え？お？小野大輔さん用にはちょっとやりがいのあるやつを。僕用ですね。そうです。うわ、いや、勇気用かと思って、あの、何に挟まれてるでしょうかみたいなクイズかと思ったんですけど。超痛いっすよ。そうね、一回反ってるからね、あれ。挟まれた後だいぶダメージ受けて。違うんですね、僕ですね、わかりました。ここはもうでも、だって
まあ、ジョータロですから。そうね、ジョータロ、うん、厳密にジョータロなのかスタープラチナなのかちょっと分かんないポーズではまあ、確かにね、両方っていう。両方いけちゃうんですか。え、両方やるんですか。一人で。いけちゃうんです。さすが。一人ですよ。人分かってますか。え、どうやってやるの。すみません、大輔さんにはスタンド能力はないんですよ。今あの役作りが行き過ぎていつの間にか俺スタープラチナ出せると思いましたよ、ね、出せて当たり前みたいになってますけど、うん、あれでもやってみます。嘘、やってみるか。出たらどうしよう。マジか。ナイスガッツ。もうすぐ勝てないよ。豊洲の人たちとんでもないものを目撃することになりますよ。時が止まるぞ。ほぼ城太郎だもん。じゃあそれでは小野大輔さん、おおお、マイク、マイク来た来た。では小野大輔さん、改め空城城太郎さんに演じていただきたいと思います。ではどうぞ。さあどうなるでしょう、ここから。もうこの状態ですよね、間違いなくね。んおおおお、あれ、うん、お、戻った。城太郎さん、城太郎さん、なるほど。あ、出てきた。おお、出てきた、出てきた、出てきた、なるほど、ね、前にいる。おすごい、2人いるみたい。すごい、2人いる、2人いる、2人いる、すごい、すごい、すごい、2人いる、すごい、音、別の、3人目いた、すごい、3人目いた、今なんか勝ってムカつくみたいになってる。あともだんだんやりたいだけになってますね。そろそろだと思います。すごい、結果答えどれなんですか。いや、もうきっと、きっともう豊洲の会場の皆様も残像で2人に見えてるに違いないと。それぐらいのスピードで、あの小野さん、改め空城城太郎さん動いてますから。おっしゃ、さあ動いてる、動いてる。ハート強いな。では正解をご覧いただきましょう。正解はこちら。ネズミが俺たちの置いた罠を使っただと。スタープラチナザワン。やれやれ、2人出てる、出てる、2人出てる、2人出てる、2人出てる、弾いてもいる、弾いた、弾いてもいる、2人いる。すごい。あ、戻った戻った。素晴らしい。見た見た見た。ということで正解。しかもあの名回答で、あの今同意も2人いたんで、あの名回答で倍、さらにギャラも倍で4つ差し上げます。やったー、やったー、すごい。じゃあ、持ちきれない、持ちきれない、持ちきれない、鎌倉勝った。超やりました。2人分やったからな。さすが、やったな。それで明日も大丈夫です。2日生きられる。あ、社長一人で、社長ダメですよ、ダメついです、社長ダメです、社長、社長、鎌倉カスターは懐に向かないです。鎌倉カスターだらけですよ、くしゃみでいっちゃう。すごい、仕入れみたいな。まずみんなで食べようだ。いただきましょう。いただきましょう。いただきます。さあ、でもせっかくこれで、ね、皆さん一周やっていただきましたけど、はい、なんか楽しそうで、おそらくまだやりたいだろうなという気がいたしましたので、最後にもう一問用意させていただきました。ではもう一問の VTR 見ていただきましょう、どうぞ。オープニングだ。オープニングから。かっこいいですよね。ねえねえ、ここじゃなくて、ここ簡単なの、ここはね、ここでよく、これ簡単すぎる、ここでよくね、これ簡単すぎる、めっちゃ難しくない？で簡単すぎるんで、これね、とりあえず2つの場面写用意しました。 2カットでいろんなキャラクターがいろんなポーズしてるんで、まあそれのなんかどれかをできたらいいかなみたいな。ああ、なるほど。どれか、これ何、誰かいるかもう教えてくれないの？まあ、ね、もうすでにちょっと見えてたりしますよね。あと珍しくユカ子いたりするシーンとか。あ、ユカ子ですね。ロハンとユカ子なんですよ、一枚目は。確かに確かにそうです。あ、そうなの、うん、こっちがロハンちゃんとユカ子、こっちがジョータロいますね。あ、こっちで小市くんがいて、小市くん右いるね。じゃあ奥安いるんだろうな。奥安ですね。です、うん、確かいるんだろう、いるんだろうな。あと何やる気だよ。他に俺今日こっちで見てようかなと。ダメダメダメ、参加して。あの再現の度合いは、あの1人をなんかやるんでもいいし、全員完全再現、完全全部覚えてるのも難しいかなと思うんで、まあさじ加減はお任せしますが、とりあえず上がっていただいて、じゃあ上がりますか。難しい、ね、あれ、ジョウスケいった、あれ、あ、ジョ、ユカコ、あ、ユカコだ。あ、ユカコさん、
お前ゆか子だ。ゆか子さん。嘘でしょ。ゆか子だよ。似てるもん。え？あ、本当だ。よく見ればメガネとかそっくりですよ。本当に無理やり連れてかれた。マジで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 だ。ロハンさんは向こうだ。そうですね。ロハンとそうかそうか。ユカ子と一緒なんですけど。ユカ子。ユカ子。ユカ子こんな姿なんかユカ子腹見えてなかったっけ。見えてる見えてる。あれこのシーン確か見えてる。だっけ。ちょっとそれも見せできねえぞ。ユカ子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 ゆか子3人ともでこれマイク通しちゃった。お気づきですか。作戦会議してちょっとあの混ぜてもらっていいですか。すいませ ん, ません。もうほら腹話術この人バカだから。バカだよお前。先輩だぞお前。今ちょっと打ち合わせしてるんですよ。なるほど。これじゃねってそしたら、うん、3人でやるのって、いやいやいや、オンマイクで言っちゃうからダメだ。もうダメ。なんかもう手が固まってたよもうこのまま。下ろしてください。じゃあ、すいません、じゃあ小野大輔さんが後のお二人に伝えていただく。おなんか大人の密談が、しばしお待ちください。ちょっとすみません、横に産業スパイが一人いるみたいになってます。大丈夫かな。大丈夫そう。それ間違いないです。打ち合わせがよし。それ間違いないです。いや、あのみんな同じ気持ちです。同じ気持ち一緒でした、はい、同じ気持ち。これはいけます。お、はい、さあそれでは5人並んで立っていただきまして、はい、ではもう一度シンキングタイム音楽流させていただきます。参りましょう。シンキングタイムスタート。なんでしゃくれてる人と鼻の下伸ばしてる人が混在してるんですか。じゃあ行きますよ。もう何にも言わずに、何かを意図したのか映像を見ればわかるかもしれません。正解見て疲れてる小野勇気さんが疲れ始めている。それでは見ていただきましょう。どうぞ。一応見てみると一応逆向きだけれども誰もいねえじゃねえかよ。いやいや待ってください待ってください。顎見て顎顎顎顎顎顎顎見て顎顎見ると何がわかるんですか。顎を見るとこの中にこんなしゃくれたキャラすごい頑張ってしゃくれてる小野大輔さんがものすごく頑張ってしゃくれてる。俺あってるすいませんあれ和田さん俺はそんなでしたっけ。一人だけズル鎌倉カスタもらおうとしてません。あと1個欲しいの。ちょっと待ってください。 今の結局なんか何を意図されてたのか。全員がしゃくれるってことがテーマだったんですか。はい、しゃくれしゃくれていようという、なんかしゃくれたら大体正解だなって思って、昼からの流れがあってね、しゃくれてると思って、あと鎌倉カスター多分いっぱいあるなって思ってくれるんじゃないかな、なんつって、ね、実はね、僕も見ててそれはちょっとなんかあの鎌倉カスター上げたくなる気持ちはどんどん増してはいるんですけど。本当ですか。あの一番増したのはどの瞬間かというと、あの小野由紀さんすみません、もう一回後ろ向きにしゃくれていただいてよろしいですか。もうね、あのね、この瞬間の軽部真一感がすごいんですよ。本当だすごい。本当だあれおはようございます。すごいねあの朝の顔なんですけど曲が違うんです。そうですね小野ちゃんの内緒じゃないよあれ今日はなんかテレビ東京じゃなくて間違ってフジテレビに合わせちゃった気持ちになるやつなんですけども、さあ、ということで今のなんですけれども会場中の笑いをもぎ取って帰っていただいては全部もぎ取っていただいて絶対なので、どうぞおめでとうございます。カゴごとよかったね。すいませんね、本当にキャルブ、カルベさんの今日のレポートのコーナーですよ。カルベさんということで以上グレートフェスティバルは動かないのコーナーでした。ありがとうございました。ごちそうさまですすごかった。じゃあどうしよう、もうあの団長からお降りいただいて大丈夫ですんで、はい、あっつい。いやっち、楽しい。楽しかったですね。体力使うね。ねえ、しゃくしゃくれて体力使うって初めて聞きましたこのいやいや、すごかったですね、はい。
はい、じゃあそれではこの後またあのものすごく一生懸命やっていただくところがございますので。あ、どうですか、はい、今以上にですか。もうそう今以上に、今のところっていうのはどちらかというとほらあのキャストの皆さんというよりもジョジョ愛好会の皆さんです。嘘でした、そうでした。愛好会活動はこれぐらいにして、あとはキャスト活動をぜひしていただきたいと思いますので、ね、ぜひ裏で鎌倉カスタをお召し上がりください。どうもありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた後ほど皆さんお楽しみください。鎌倉カスタを持ってかない。持ってくんだ。鎌倉カスタスタッフに任せないんですよそこはね。社長落とした。じゃあね、いやさあそれではですね、続いてここからはあのライブコーナーに行かせていただきたいというふうに思っておりまして。そうなんです、あもう今立とうとしてる人正解です。立っていただいて全然問題です、あの全然立っていただいて大丈夫で、であの先に言っときますとこれからのライブコーナーなんですけど、ライブコーナーあのすごい上がる曲もあります。そしてしっとりした曲もあります。ということは皆さんにお願いすることは何か、空気を読んでいただいてもよろしいでしょうか、そうなんです、テンション上げる曲の時はなるべく初めからイエーイってついてこないと。そんなに今日何曲もね一つのアーティストがやってくれるわけじゃないじゃないですか。あのアーティストの時盛り上がってたなって気持ちのためには初めから上げていくのが重要です。で言いましょうか、あの一番初めの曲は上げる曲です。ってことはすいません、もう立っていただいて大丈夫ですよ、立てる状況の方、であのもうすでにペンライトとか持ってる方はもうバンバン点灯させていただいて全然構わないという状況でございます。よろしいでしょうか。今までのところものすごい笑って楽しかったじゃないですか。あの笑って楽しかったのをまるでライブをここまで十何曲も見てきて楽しかった気持ちに今一瞬で変換してください。いいですか。もうだからここで出てくるのはもう最高の本編のステージを見た後のアンコールのアーティストが出てくる時みたいな空気にならないとライブコーナー行きませんよ。大丈夫ですか、ね、いける。はい、そう、さあもう皆さんもう気持ち的に疑似的なアンコールの気持ちに今なって、大丈夫、いける、ね、まだもうちょいいけるいけるのはもうちょっといけるのは。それではここからライブコーナー行きたいと思います。まずはこの人たちからどうぞ。皆さんこんばんは。改めましてザズです。いやめっちゃ盛り上がってる。楽しんでますか。あっという間の時間になっちゃうと思うんで、もう全力でいきたいと思いますので、皆さんも全力で応援の方でよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速いきますよ。いきますか。はい、クレイジーノイズビザタ。
徐々に文句なんか言い合って日常を踊る Crazy Noisy Pizza Town だけど今日も徐々にジョークなんか言い合って俺たちで踊れ Crazy Noisy Pizza Town。 ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。いや本当にあっという間に終わっちゃいましたよ。そうですね、楽しんでますか。イエーイ。じゃあ一言ね、はい、自己紹介と一緒 に、はい、あのこんな豪華な方々と一緒に共演できて本当に幸せです。今日はありがとうございます。そばで和田泰介です。よろしくお願いします。和田泰介。そして、本当にね、何を隠そうジョジョファンです、 JT です。今日もジョータローパンツ履いてんの？今日はちょっと履いてないです。履いてない。履いてきてよ今日。今日はただ今日でしょ、履く日は。キラさんの靴下履いてます。おー、さすが。さすがですね。いやいや、改めまして篠田純です。いや、僕もこの日のために一生懸命筋トレしてきましたから。あ、本当ですか。はい、あの別に露出鏡とかじゃないですよ、裸なのは。結構いい感じに胸開いて破けちゃってますけど大丈夫ですか。いや、こういう衣装だ。破いてねえよ。あ、そうなんだ。はい、ということで、あの次のね、バッターの星野くんが準備できたようなんで、はい、持ってきたんですね。はい、じゃあ JT 呼び込んでください。それじゃあお呼びしましょう、バッターのボーカル星野。お気楽しょう。ありがとう。はい、こんばんは。なんで笑いが起きたんだろう。俺のバンドがやってるチェイスという曲を、もう聴いてくれたことはもちろんあると思うんですが、今日はそのカップリングのバージョンの方を聴いてもらおうと思いますが、大丈夫ですか。はい、では聴いてください、チェイス。
星野達でした。どうもありがとうございました。チェイスの CD を買ってくれてる人もいればダウンロードの人もいると思うんだけど、ダウンロードの人はよかったらカップリングの方もダウンロードしてくれると、いろんな意味で嬉しいのでぜひお願いします。あとバンドのバージョンが聞きたいでしょ。本当聞きたいでしょバッタのライブにお越しください。お願いします。そうしましたら次はもうあとはあの人たちですね、青木カレンさんと長谷川大輔さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。楽しんでますか？おーいい感じですね、カレンさん。いいですね。これは皆さんに一緒にお手伝いしていただく感じではございませんか？いいですか？嬉しい。じゃあ早速ですけれども、はい、まず最初のこのブレイクダウン、ブレイクダウン、みんなでやりたくないですか？やりましょう。いいね。じゃあ振り付けを、じゃあ先生。はい。1,2,3,4 ブレイクダウン、ブレイクダウン。それだけ。ブレイクダウン、ブレイクダウン。Break down, break down. もっと高く。Everybody, break down, break down. Perfect. Break down, break down. Don't stop. Break down, break down. Yeah. 完璧。トヨスピットが一つに。素晴らしい。そして次はこれサビですか、ね。そうですね。じゃあサビの振り付け、天のしげちを指します。しげち、しげち。じゃあこれもじゃああれですね。そうですね。行きましょうか。練習しましょう。まず最初です。1,2,3,4 Let the force of love take you higher。 今度横に行きます。集まる力で時さえ超えて、もう一回戻る。 1999 Peace Summer巡る勇気で生きる街。そしてこう歌う Great Day。 今一番わかるとこじゃんみたいな。 Great Day、ね、そこ一緒に歌いましょう。沿ってください。沿ってください。あとこれペンライト持ってる今日持参の方、マイペンライト、これ全部緑にしましょう。あ、これあの Great Days のジャケット緑、あと僕たちの衣装も緑がカラーになってますので、ぜひ。じゃあカレンさん準備は OK？ 皆さんの準備ですか？改めましてどうぞ。青木カレンです。長谷川大輔です。聴いてください。 Great Day。
綺麗な緑色に染まっていますけれども、はい、それではですね、今歌っていただいた皆様、もう一度全員登場していただきたいと思います。ザ・ドゥさん、バッタさん、お願いします。皆さん、もっと大きな拍手。イエーイ。さて、やっぱりこうやって全員並んでいただくと、なんとなくなんか多国籍な感じがすごいするんですよ。結構衣装がね、ここだけじゃないですか、多国籍なこと。やっぱりそうなんですか。ザ・ドゥさん見てて、きっと日本の血だけじゃないだろうなと思ってたんですけど、そう、見た通りでございます。見た通り。すいません、見ただけでどこの遺伝子か分かるほど僕らはすごい能力ないんですけど、さしてね、まず確実にそうだということですよね。スタンドでさせていただく。でもスタンドでさするまでもなく、ただ多国籍な方でなおかつアニメファンってなかなか聞かないですよ、普通に。JT さん、でも外国の人アニメファン多いですよ。あ、本当で。まあ確かに今そうですね、特にね、はい。まあ、僕日本国籍ですけど。JT、 今日のグッズ全部本当に買おうとして、さっきお金下ろしに行ったんですよ。おや、でも行くの止められましたけど。並んでなきゃいけなかったね。止められてるから、ね、でも売り切れちゃうやつあるんですよね。そうなんだ。こんなに共感を持てる主題歌アーティストがいただろうか。ジェティ、席空いてるから置いてるんですか。まだ間に合うね。もうとりあえずね、今日はまずはここでね、素晴らしいライブ披露してくださいましたけども、そして、バッタさん、はい、星野さんが一人で歌っていただきましたけども、さっきもちょっとステージ上でもありましたが、普段はバンドバージョンで歌っていらっしゃって、はい、そうですね、ですよね。ライブハウスとかでもライブやってる時は、はい、お一人ではなくバンドマン、ね、メンバーを引き連れて、はいはい、やっていらっしゃると。そうですね、ぜひそっちにも足を運んでもらえたら嬉しいなと思っています。はい、一つだけ確認したいんですけど、みんながもしかしたら怖いんじゃないかって思ってそうな気がするんですけど、あ、別に。じゃあ怖いっすね。怖いんだ。どうなんだろう、こういうこと言ってくれるということはおそらくいい人だと思いますが。全然怖くないですよ。怖くないですか。照れてる、照れてる。かわいい。あ、
そして、最後ですね、青木かれんさんと長谷川大輔さんでございましたけども、はい、派手にやっていただきましたね。いやもう、ね、一体になっちゃってましたから。ありがとうございます、最後ね、お客さんの中で反ってくださいって言ったんですけど、一部本当に反ろうとして、あ、隣に行けないみたいな。あ、そうですね。これ全体が反ったらいいんでしょうけどね。あ、これトヨスビット全体がちょっと斜めになってるっていう。ぶつからないですね、そしたら。そうなるといいですね。はい、まあ、ということで、まあ、お二人なんですけども、そうそう、もちろんお一人ずつでも音楽活動はなさってるんですよね。そうですね。青木かれんさんはジャズシンガー、はい、普段ジャズを歌っております。うん、皆さん、綺麗でしょ。いえいえいえ。ジャズクラブ、嬉しい、ありがとうございます。よかったらジャズクラブにも遊びにいらしてください。僕はですね、はい、普段ドラマのコーラスとかでも歌ったりしてるんですけども、なんと、ジョジョのサウンドトラックでも歌わせていただいて、はい、モリ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 オチョウィリオ、あれ長谷川大輔です。そして挿入歌も青木かれんさんがサウンドトラックボリューム2で歌ってます。僕もボリューム1で歌わせていただいてますけども、今日そのサウンドトラックを物販で売ってる、売り切れてなければ売ってると思いますので、ぜひ缶の優を、はい、聞いてください、はい、チェックしてみてください、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。ということで、今日ここでしか見られないこの3組の組み合わせ、ご覧いただいた皆様、大きな拍手をお送りいただきたいと思います。ザ・ドゥ、バッター青木かれん&長谷川大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様も立って付き合っていただいてどうもありがとうございました。どうぞまた落ち着いておかけいただいて、ここからお楽しみいただいていいかなというふうに思っておりますけれどもね。なんていうだろう、こう今のもうステージ上を見てただけで、普通のこう普段の生活ではなかなか出会わないようなスケールのでかい性格してる人が多い感じすごいするじゃないですか。あ、なんかジョジョってやっぱりそういう作品なんだなと、スタンド使いはスタンド使いにこう惹かれ合うんだなっていう感じが、すごくいたしましたが、さて、そしてステージ上がちょっと先ほどまでとは違った失礼になってまいりました。今日先ほどあの楽しい話を聞かせてくださっていた方、改めて念を押しておきます。本業は声優さんです。その声優さんたちがこれだけ来てくださっているからには、生でその演技を皆様にお楽しみいただきたいと、いうふうに思っております。では本日ご登場のキャストの皆さんによる生アテレコです。ではゆっくりとたっぷりお楽しみください。どうぞ。召し上がってみてください。もちろんっすよ。まずはこれからと、まあなかなかうまいんじゃねえの。うまいよ、かなりうまい。でもなんかよくわかんねえんだけどよ、味があんまりしねえよこのチーズ。違う違う、トマトと一緒に口の中に入れるんです。何？トマトと一緒に？外国の食い物は所詮な、大抵日本人と味覚が違うんだよな。はん、うまい！さっぱりとしたチーズにトマトのジューシーな部分が絡みつくうまさだ。チーズがトマトを、トマトがチーズを引き立てる、はハーモニーっつうんすか、味の調和っつうんすか、食
えるならサーモンとガーファンクルのデュエット、ウッチャに対するナンちゃん、高森浅尾の原作に対する千葉哲也の明日のジョーつー感じですよ。ブラッツ、喜んでいただいてこの上ないです。おい、おかせ、ちょいと俺にも食わせてくれ。やだよ、やだ、おめえも注文すりゃいいじゃんかよ。絶対やだもんね。仮に餓死寸前に立ってた、やってやった、絶対嫌だもんね。あちょっと、あくうまい、生まれてきてよかった、おっかさん。くそ、ケチくせえ野郎とは思っていたが、これほどだったとは。たまんねえな。しょうがない、俺も一皿注文するよ。そうか、ピーター注文しろよ。よしよし、いい食べっぷりだぞ。メインディッシュ、子羊背肉のリンゴソースかけは成功のようだな。何？ん？そこで何をしている？見たな！お前、覗き見に入ってきたというわけで、きません、覚悟してもらいます。なんでてめえなんかに、ただじゃおかねえって言われなきゃなんねえんだ、こら、俺のセリフだ。てめえ、その料理で何をしようってんだ。おくやせ、おめえ何食ってんだ。我慢できねえ、腹が痛いけど食わずにはいられねえ。リンゴソースの甘酸っぱさと子羊の肉汁が喉を通るたびに幸せを感じる。こんな味がこの世にあったとは。その肉は食えな、おくやせ。幸せだ、幸せの繰り返しだよ。うまい。内臓が、俺の腹が赤が、ぐわー、ぶわー、やせ、ただじゃ起きません。てめえ、ここでは石鹸で手を洗いなさい。許せない、断りなく調理場に入ってきたのは許せない。あなた、調理場は清潔でなくてはいけないのですよ。石鹸、手を洗えだと。おい、ジョウスケ、腸の具合がすっきりしてよ、急に満腹感で満たされてきたぜ。え、下痢気味だった腹が治った。それは良かったですね。私はお客様に料理を楽しんでいただいて、そして快適になっていただくことが最高の喜びで最大の幸せです。あ、子犬が。デザートはプリン？け、俺は不良だよ。プリンなんてちゃんちゃらおかしくて。うまい、やっぱり天才だ。俺はあんたのような料理人のいるこの森王町に住んでいることを誇りに思うよ。喜んでもらえたようですね。あなた、手が止まってますよ。情けねえ、水虫が治った。またのご来店お待ちしてます。グラッツ、ごちそうさま。お前の名前はキラ・ヨシカゲだ。キラ・ヨシカゲ、それがお前の本名だ。私の免許証、
いつの間に私の財布を抜き取った。このケッポケなクソガキが。さっきカフェで弁償したって言っただろ。その時ちょいとひらめいたんだよ。だから何なのだ。私の名前が分かったからどうだというのだ。お前はこれから消されるのだ。はあ、確かにこれからお前は僕を殺す。でもね、こんな僕にさえあんたの名前が分かったんだ。あんたは大したやつじゃないのさ。今は逃げられるかもしれない。でもどう思う？こんなちっぽけなクソガキに簡単に名前がバレてしまったんだぜ。もう一回言うぞ、ちっぽけなクソガキにバレたんだ。お前はバカ丸出しだ。あの世でお前が来るのを楽しみに待っててやるぞ。やろう。クソったれが、なんだこの敗北感は。第一の爆弾。光一君、君は精神的にはその男に勝っていたぞ。何？たまげたな。まさかその傷で立ち上がってくるとはな。しかしあのまま寝ていた方が幸福だったのにな。その傷穴から向こう側の景色が見えそうだぞ。いい時計だな、うん、だがもう時間が見れないように叩き壊してやるぜ。貴様の顔面の方をな。なかなか面白そうなやつだな。君の名前とかいろいろ知りたいところだが、ここを立ち去らねばならんのだよ。あと20秒しかない。無駄話をしている暇はもうないんだ。今の君のスタンドだが、すごくパワーが弱かったぞ。ピッチャーフライ取るみたいに簡単に受け止められた。そんなに弱ってて私のキラークイーンのパワーに勝てるとでも思っているのかね。オーラー！は、早い！なんだこの速さは。よく見たら、やれやれ趣味の悪い時計だったな。だがそんなこともう気にする必要はないか。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。オラ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 コウイチ君、君がいなければ俺は死んでいたな。よくたった一人で孤独に戦ったと思うよ。尊敬するぜコウイチ君。成長したな。顔はクレイジーダイヤモンド。あいつの。ジョウスケ、彼女に触るな。そこを離れろ。あいつの顔は。寝ろ。おやさん。そのドアの向こう側だ。逃がすかってね。これは。こんなに。どいつだ。キラヨシカゲはドイツになったんだ。キラヨシカゲ卑怯だぞ。出てこい。逃げ切りやがった。奴は怯えもしなければ隠れもしない。この毛量町から出もしない。この町で今まで通り生活する。辻屋や死亡。キラヨシカゲ顔も名前も住所も
別人となる。死にたいのか。あいつを引き込めば、あいつを差し出せば、本当に僕の命は助けてくれるのか。ああ約束するよ。奴の養分と引き換えのギブアンドテイクだ。呼べよ、早く呼べ。だが断る。何？この岸辺露伴が最も好きなことの一つは、自分で強いと思ってるやつにノーと断ってやることだ。逃げろジョスケ。この部屋に入ったら勝ち目はない。殺されるぞ貴様。逃げろって言われてよ、この俺が逃げると思うんすか。打ちのめしてやりますよ。どこにいるんすか、隠れている野郎よ。なんてことをするんだ東方丈介。危機を教えてやったのに、必ず僕の考えていることと逆のことをする。だからお前のことが嫌いなんだ。だからお前のことがムカつくんだよ。襲われるぞ。奴はもうお前の匂いを覚えた。やった、食い込んだぞ。ヘブンズドア。ジョスケ、もはやハイウェイスターはお前を60キロでどこまでも追っていく。本体を探せ。本体を倒すしかお前の助かる道はない。貴様うるさいんだよ、このバカが。モハン。まさかこんな怪我人をぶちのめすなんて、そんな卑怯なことはしねえよな。そら男のやることじゃねえよな。そうだ、卑怯だぞ。なるほどな。確かに怪我人をぶちのめすなんて後味の悪いことだ。とっても男らしくねえことだな、心の痛むこと。そうだろ、こんな俺をぶちのめしたら嫌な気分がずっと残るぞ。だと思ってよ、おめえをすでに直しといた。動けるかい。動けるだろう。怪我はすっかり治っただろう。治っている。そう、一旦おめえを治せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。ああ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 本並雄也、入院続行。もし再びハイウェイスターを使って怪我の回復を図ろうとしたら、何度でもぶちのめすとジョウスケに念を押され、あー武器ある。はあ、すげえ爽やかな気分だぜ。新しいパンツを履いたばかりの正月元旦の朝のようによ。ゆうちゃん。しかし取り巻きの女の子に看護してもらって、その点は羨ましいやつ。そして露伴は、あ、東方丈介。あのよ露伴先生、いろいろあったけど、俺はそのなぜ僕を治した。え、余計な真似を。貴様に助けられるくらいなら死んだ方がマシだ。大々逃げろと言ったのにみすみす敵の罠に踏み込んでくるとは、この大バカが。な、言っとくが貸し借りはなしだからな。ジョウスケとはやっぱり仲が悪い。ちなみに広瀬光一はあの後犬の散歩に行った。
渡してくれるんだ。軌道を外れたぞ。貴様、あなたはてめえは起きやせ。いっつもよ、不思議に思うんだぜ。俺のこのザ・ハンドで削り取ったものは一体どこへ行っちまうんだろうってな。ま、俺頭悪いから深く考えると頭痛起きるけどよ。あれ、なんだって。信じられない。奥安さんだ。心臓も呼吸も完全に止まっていたのに。俺変な夢を見たぜ。夢の中で暗闇を歩いてるとよ、光が見えて、俺の死んだ兄貴に会ったんだ。兄貴の慶長さ、どこへ行くんだ奥安って聞くから、俺は兄貴についていくよって。だって兄貴はいつだって頼りになったし、決断には間違いがねえから安心だからな。そしたら兄貴は、お前が決めろって言うんだよ。奥安、行き先を決めるのはお前だってな。俺はちょっと考えてよ、森王朝に行くって答えたら目が覚めたんだ。とても寂しい夢だったよ。奥安、てめえこんな時にのんきして夢なんか見てんじゃねえぜ。お、その悪態のつきぶり、その傷の割にはよ、結構大丈夫そうじゃねえか。やかましい。生きてんならよ、さっさと目を覚ませ。これバカな、運命はこの吉良義景に味方しているはずなのに。チャンスは私に訪れたはずなのに。ストレイキャット、もう一段食らわせろ。何？おっとおっとおっと、おっと、やった！これであいつは、キラはもう空気弾を使っての爆破は封じられた！この私が、このキラ吉影が切り抜けられなかったトラブルなど一度なってないんだ！ほら、ジョタロさん、今の大きな音はあの家からですよ。どうしたんだろう、ガス爆発かな。見てください、あの人怪我している。長介君と奥安君もいるぞ。あの小僧は写真の川尻隼人、そしてあの男は川尻耕作だ。どうやら話が見えてきたようだ。ここで時を止めても奴までは遠すぎる。スイッチを押させるな。いや、限界だ。押すね、今だ。アクト3、スリーフリーズ。射程距離5メートルに到達しました。 SHIT。ザ・ワールド。光一君、君は本当に頼もしいやつだ。この町に来て君と知り合えた、本当に良かったと思っているよ。そしてやれやれ、間に合ったぜ。
時は動き出す。あんた、もう、やった間に合ったぞ。レミさん、行っちゃうって本当ですか？まだしばらくいてもいいんじゃないですか？この町の守り神がいなくなるって感じだし、あなたがいなくなるなんて僕不安です。ありがとう。でも私たちがこの町ですべきことはもう何もないわ。この町を去る時が来たの。行かなきゃいけないの。それともロハンちゃん、私がいなくなったら寂しいって泣くかしら？バカ言えよ。なぜ僕が寂しがるんだ。君は15年も前にすでに死んでいるんだぜ。前にも言ったが、この世の未練とかなんとか言ってないで、さっさとあの世へ行くってのが正しい幽霊のあり方だってのは変わらない意見なんだぜ。ああ、分かったよ。最後だから本心を言ってやる。寂しいよ。僕だって言ってほしくないさ。よ、長介くん、みんな終わったのね、レミさん。ユカ子さん、狭間田さんたちまでお見送りに来ました。みんな死んだ人に言うのもなんだけどよ、元気でな。俺も寂しいよ。あんたは立派な女性じゃ。レミさん、ありがとうございました。あなたのおかげで町は救われました。ありがとう、光一くん。でもきっとみんなで森王朝を救ったのよ。あんたのことをここにいる誰もが忘れはしないじゃろう。ありがとう、みんな。さようなら、みんな。さようなら、レミさん。ありがとうございました。どうぞお水とか十分取っていただいて。いや、さっきまで揃ってしゃくれていた人たちとはとても思えない。今もしゃくれてます。いや、今しゃくれて戻っちゃってますけど戻っちゃってますけども、いやー、やっぱジョジョすごいですね。改めてなんかこうかっこいいシーンも笑えるシーンも泣けるシーンも全部揃ってますもんね。いや本当にね、なんていうか、さっき楽屋で、はい、まあ、冗談半分にもうこの最後のみんなの芝居に大丈夫、そうそう、ちょっと 水とか飲んだ方がいいですよ。魂も声も全部置いてくぞみたいな話したら本当に置いてきちゃって、すべ、うん、てをかけて最後のなんかお芝居をみんなとできてすごい幸せでした ね、うん、そうね。で、水飲みますね。そうですね、飲んでいただいた方がいいと思います。うん、自分の傷は治せないからな、お前。ああ、そうだね。ねえ、ここでも、ああ、ここで、うわ、ここ来た、ここで来たよ。愛好会の方に戻ってしまいましたね。いや、でもだからこその、はい、ジョジョ愛あってこそのあのキャストの皆様の素晴らしい演技だったと思います。もう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。以上、スペシャル生アフレコでございました。さあ、それではもう本当にあの名残惜しくはあるんですけれども、そろそろもうイベントもですね、まあ、最後の局面を迎えなければならないということで、改めてですね、先ほどあのライブをしてくださいました、素晴らしいアーティストの皆さんにご登場いただきたいと思います。大きな拍手を持ってお迎えください。どうぞ。
ウル、はい、いやタオルいいですね。いいですよね。では最後に一言ずつアーティストの皆さんからもいただきたいと思います。ではザ・ドゥさんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、もう本当にお昼と夜とですね、本当もうこんなに素晴らしいイベントにこうしてライブをさせていただいたことに心から感謝いたします。ジョジョ最高、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ではバッタさんお願いいたします。はい、今日昼の部夜の部通して、俺も見てたんですけど、まあ今日来てる人もみんな本当にジョジョが好きなんだなというのを、肌で感じました。でそんな中で、自分が歌を聴いてもらえて嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続きまして青木かれんさん、長谷川大輔さん、はい、お願いします。グレートなひとときを皆様と過ごすことができて本当に本当に本当に幸せでした。ありがとうございました。本当にブレイクダウンの瞬間、そしてサビの瞬間、本当に一体になってこの瞬間を僕は一生忘れないと思います。皆さんも一生グレートデイズ、そしてこのジョジョという作品を忘れないで、人生楽しんでてください。今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。ではここからキャストの皆様にも一言ずついただきたいと思います。ではまずは小野大輔さんからお願いいたします。はい、改めて宮城丈太郎役小野大輔です。今日は本当にありがとうございました。関わった時間としては本当に3部の頃からこの作品に関わらせていただいて、本当にアニメのその旅をディオを倒す旅を続けてきて、そしてこの街に来てみんなと出会えて、本当に丈太郎もそうなんですけど自分自身も本当に良かったと思っています。本当にラジオね、勇気が中心となってラジオもずっと展開していたり、イベントも、仙台でやらせていただいたりとか、いろんな、こう徐々に盛り上げる、動きをしてきました。それ3部の頃からねオラオラジオっていう名前で、ラジオもやっていましたしイベントもやらせていただいてましたけれども本当にアフレコ、そして、そのイベントであったり、例えばそうですねゲームもありましたし、なんかこのいろんなことが全て今日のこの日につながっていると思うと本当にグレートデイズだったなというふうに思っています。振り返ると本当に楽しい旅でした。なんか言いたいことはいっぱいあるんですが、本当にみんなの中にジョセフも言ってましたけど黄金の精神が芽生えたんだと思います。改めて聞きたいと思います。ジョジョ好きですか？ジョジョ愛してますか？これからもジョジョ愛こじらせてくれますか？ありがとう、それしか言葉が見つかりません。すべてのスタッフ、すべてのゲスト、皆さんに、この作品にかかった皆さんに感謝しています。でもこれからね長いんですよ多分。ジョジョ好きになっちゃったでしょみんな、ここにいるみんなもそうです。ジョジョに関わったみんな、ジョジョがみんな好きになっちゃうんです。これから、長い道のりです。ジョジョをこじらせる旅がこれからまた始まると思ってください。その道のりを思うとこう思います。やれやれだぜ、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは桜井さんお願いします。本日はどうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。まあ、出演者ではありますが、皆さんと同じようにイベントを楽しんでしまいました。まさかジョジョの看板でこれだけ大勢の人の前で顎をしゃくれさせるというその暴挙に出てしまうまあそんななんか瞬間も一緒に楽しんでもらえたらななんて思いながら、僕もいろいろと遊ばせていただきました。やっぱりジョジョってすごいですね。本当子供の頃一読者で、まあ、まさかねそんな何十年も経ってから自分がその作品に、こういう形で関われるなんて全く想像だにしていなかったので、今この瞬間が夢のようですし、
ジョジョという作品のその偉大さを、肌を持って自分の肌でなんかすごく感じているような気がします。小野くんも言っておりましたが、まあ、ジョジョっていうのはまだまだまだ何かこれからずっと何かが続いていく、どういう形であれ続いていく作品だなと思っておりますので、皆さんこれからもジョジョを応援して好きでいてください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。では高木さんお願いいたします。はい、いやもうね、なんかね、さっきこうアフレコやっててね、ああ本当にこれが最後のアフレコなんだなってちょっとなんかね感動しちゃったんですよね。感慨深いというか寂しいというか、まあでもなんかずっとその今日という日を僕ら楽しみにしてたの、皆さんと会えるのを楽しみにしてたので、なんかこうやって皆さんの顔見ながら同じ時間を共有できて本当に僕は今日は最高に幸せです。なんかね本当徐々に終わりそうにないからね、僕らもね、なんかまた会いたいですねどうもありがとうございました。ありがとうございます。では梶さんお願いします。はい、広瀬浩一役の梶です。本日はご来場いただきましてありがとうございました。いや楽しかったですね、濃かったですね。本当いろんな形でこのジョジョ第4部を楽しんだ一日になったのかなと思います。まあ、バラエティーコーナーもいろんな、まさかあんな形でポージングするなんて思ってもおりませんでしたし、やっぱり記憶に新しいのは生アテレコのコーナーで、今渡るさんもおっしゃってましたけども、なんか、今までずっと演じてきてこうやって、みんなで一緒にやるのはなかなかね機会ないのかなと思うと僕もちょっと寂しい気持ちになりましたが、いつもどの現場でもどのイベントでもそうですけども全力で、もう次のこととかとりあえず考えずに、やらせていただいてて、今回もその気持ちでやって本当に、気持ちよかったです。そんな中ね、小野くんはちょっと来ちゃいましたけど、でも本当に、魂こもってて現場でも誰よりもこうジョジョ愛、まあ小野さんのジョジョ愛はものすごいわけですよ、大輔さんの方ね小野くんの方やっぱ本当第4部のこう座長として本当に僕たちをいい方向に引っ張ってくださったと思います。拍手をお願いします。ありがとう。なんか本当そんな素敵な仲間とそして皆さんと一緒に今日という日が過ごせて、僕も嬉しかったです。またいつか光一を演じられる日が来ると嬉しいなと僕も思っておりますので、これからもジョジョ応援よろしくお願いいたします。本日はご来場いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。では最後に小野勇気さんに一言いただきたいと思います。お願いします。改めまして東方丈介役小野勇気ですっていうこの名乗りももしかしたらなかなかね皆さんの前でもできないのかもなと思うと切ないものがありますけど、さっきカジチも言ってたように、まあ、本当全部をぶつけてやってきたお芝居、そして本当にさっきの朗読本当に全てをかけて最後みんなでやりきろうと思っていたら本当にかける形になってしまって、これがでもジョジョの良さだなと、本当にギリギリまで引き絞って全力で立ち向かって森王町という街をみんなで力を合わせて守れて、なんかでもその最後のアフレコの時ちょっと本当に寂しくて、なんかみんなのアフレコする姿を自分もこうお芝居しながらちょっとずつ見てたんですよね。なんかその姿をもうずっと焼き付けておきたいなと思って、本当にラジオとかイベントとかでちょいちょいお話ししてますけど、大輔さんが4部収録始まる前に言ってくれた、一人で全部背負い込むのよ、みんなが仲間が助けてくれるんだから言ってくれた言葉が本当になんか森王朝の全てを表してるなと改めて感じてます。名残惜しいな本当な。でもまだまだジョジョの世界これからも続いていくと思うんで、僕もまた機会があればもちろんねまた演じたいですし、これからも一ファンとして徐々に奇妙な作品
奇妙な作品奇妙な作品奇妙な作品、奇妙な作品として、はい、応援していきたいと思っておりますというわけでジョジョの奇妙な冒険グレートな作品だぜこいつは。どうもありがとうございました。ありがとうございました。泣いてんのか笑ってんのかどっちなんだろう両方です両方ああまあでも泣きも笑いも両方あるのがジョジョですもんねやっぱりねそうですね本当に ね, 本当にね、ということで、ただもう本当に名残惜しいんですけどイベント自体はそろそろ本当にお時間が来てしまうんですけど最後なんかもうこれだけで終わるのもなんなので、まあ、なんかこううわーって感じで終わりたいじゃないですかお客さんもですよね、ねということは、はい、せっかく今日はアーティストの方がステージ上にいらっしゃいますのでなんか一曲歌って会場の方々ももしよろしければもうお立ちいただいて最後みんなでわーっていう感じになって締めさせていただければというふうに思うんですが、ね、今日はいやーぜひ、はい、恥ずかしがらずにスタンドアップ、うん、恥ずかしがらずにスタンドアップさあそれではさっきはグレートデイズみたいなお話もまさにありましたけどねえ、今日せっかく、まあ、そちらにですねお二人もいらっしゃっていただいているわけじゃないですかもう一回頭からやりますかやりますかイベント大胆な提案ですけどすいません、いやなるほどバイツは出しとるねあのサップはまた砂漠を巻いていただくわけにいかないですすいません砂漠の代わりにタオル出てきましたのでサビのところとかでぜひタオルとかやった、ぜひもうバンバン振り回していただいてありがとうございますぜひぜひ、じゃあすいませんこちらの方もはい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 どうぞじゃそれではですね、あの先日なんですけど僕がせーのって言ったらキャストの皆さんと会場の皆さんで一気にもうグレートデイズみたいなこと言っていただいたらそこから曲を始めさせていただくというふうにしたいんですけどよろしいですか大丈夫ですかよさそうですかありがとうございますじゃそれではねあれもこうキャストの皆さんは一旦ここでまあ一区切りですからジョジョのキャストとして大きな声で歌っていただける声を出していただけるのはこれが最後のチャンスかもしれないですぜひ、皆さんもしっかり受け止めていただきたいと思いますでは今日最後にいきましょうせーのから潮風トンネル抜けて遠れ惹かれ合い小道に迷い込む心に溶け込む影照らす頬も吹いそれは守りの光絆
みんな、また森尾町で会おうぜ。ありがとう、ありがとうな。